CJP 鏡、世界中には様々なセッター犬の品種があり、これらの品種のいくつかには、イングリッシュセッターとアイリッシュセッターが含まれます。しかし、これら2つの犬種を結びつける特徴は何ですか？また、これらの犬種は互いに、どのような明確な違いがありますか？イングリッシュセッターとアイリッシュセッターについて、もっと知りたいと思っているなら、あなたは正しい場所にいます。この記事では、アイリッシュセッターとイングリッシュセッターについて知っておく、必要のあるすべてのこと、特に、それらを区別する方法について説明します。これらの2つの素晴らしい狩猟犬の品種のいずれかを採用することに興味がある場合に備えて、外観、祖先、行動の違いについて説明します。さあ始めましょう。イングリッシュセッターとアイリッシュセッターの比較。イングリッシュセッターは、厳格なアイリッシュセッターよりも身長と体重がはるかに異なります。イングリッシュセッター、アイリッシュセッターサイズ高さ23、27インチ。45から80ポンド高さ25から27インチ。50から70ポンド外観青、肝臓、黒、白、硬化色など様々な色や斑点で見られる絹のような長いコート。細身のフレームにふわふわした耳と長い尻尾、赤い色でしか見られない美しいロングコート。波打つ足の周りを流れるような音、フロッピーの耳。エレガントなボディと細身のフレーム。祖先と起源も、ともとは1600年代にイギリスで飼育されていました。鳥や水鳥の狩猟のために飼育されています。もともとは1800年代にアイルランドで飼育されていました。鳥や水鳥の狩猟のために飼育されています。行動フレンドリーで愛情深く、すべての年齢の家族に最適です。破壊的、または迷惑な行動を避けるために、十分な運動が必要で、一生懸命働き、一生懸命遊ぶ。親切で、忠実で、エネルギッシュです。遊ぶのが大好きで、幼い子供たちの周りに、たくさんの忍耐力を示します。おしゃべりで警戒犬としてはうまく機能しますが、友好的すぎて、家を適切に守ることができない場合があります。寿命11から15歳、12から16歳。イングリッシュセッターとアイリッシュセッターの主な違い。イングリッシュセッターは、赤いアイリッシュセッターと比較してより多くの色で提供されます。イングリッシュセッターとアイリッシュセッターの間には、多くの違いがあります。イングリッシュセッターは、厳格なアイリッシュセッターよりも、身長と体重が、はるかに異なります。さらに、イングリッシュセッターは、赤いアイリッシュセッターと比較してより多くの色で、提供されます。最後に、アイリッシュセッターは、イングリッシュセッターと比較して平均してわずかに長い、寿命を生きます。ここで、これらすべての違いについて詳しく見ていきましょう。イングリッシュセッター VS アイリッシュセッター。サイズ。アイリッシュセッターの体重は平均50から70ポンドですが、イングリッシュセッターの体重は45から80ポンドです。イングリッシュセッターとアイリッシュセッターを並べてみると、サイズの違いがわからない可能性があります。これは、これらの犬のサイズと体型が非常に似ており、体型が重なっていることが多いためです。ただし、イングリッシュセッターの品種は、アイリッシュセッターの品種に比べて、サイズのばらつきが大きくなります。これらの数字を詳しく見てみましょう。性別に応じて、
イングリッシュセッターの高さは23から27インチの範囲ですが、アイリッシュセッターの高さは25から27インチです。さらに、アイリッシュセッターの体重は平均50から70ポンドですが、イングリッシュセッターの体重は性別によって異なりますが45から80ポンドです。イングリッシュセッター VS アイリッシュセッター。外観アイリッシュセッターは錆びた赤い色でしか提供されませんが、イングリッシュセッターは白、黒、茶色、甘草、青などの多くの色で提供されます。イングリッシュセッターとアイリッシュセッターはどちらも非常によく似たコートを持っていますが、外観にはいくつかの重要な違いがあります。例えば、アイリッシュセッターは錆びた赤い色でしか提供されませんが、イングリッシュセッターは白、黒、茶色、甘草、青などの多くの色で提供されます。イングリッシュセッターとアイリッシュセッターは、毛皮の色を除けば、体格と耳、尾と毛皮の長さが非常に似ています。それらを区別するのは非常に難しい場合があります。イングリッシュセッター VS アイリッシュセッター。祖先と目的イングリッシュセッターは1600年代に始まったアイリッシュセッターと比較して古い品種ですが、アイリッシュセッターは1800年代に始まりました。イングリッシュセッターとアイリッシュセッターが同じ目的で飼育されていたことは間違いありません。それは鳥や水鳥を狩ることです。しかし、それらの起源の物語は互いに大きく異なります。例えば、イングリッシュセッターは1600年代に生まれたアイリッシュセッターに比べて古い品種ですが、アイリッシュセッターは1800年代に生まれました。最後に、間違いなく推測できるように、イングリッシュセッターはイギリスで生まれ、アイリッシュセッターはアイルランドで生まれました。イングリッシュセッター VS アイリッシュセッター。行動アイリッシュセッターは、イングリッシュセッターに比べて、全体的に少しおしゃべりです。これらの犬の両方が非常に類似した繁殖と、刺激犬の資質を持っているという事実を考えると、イングリッシュセッターとアイリッシュセッターは互いに非常に類似した行動をしています。ただし、アイリッシュセッターは、イングリッシュセッターに比べて、全体的に少しおしゃべりです。これは、イングリッシュセッターのように、見知らぬ人から家族を守るにはあまりにも有効的であるため、アイリッシュセッターが優れた番犬になると言っているのではありません。全体として、これらの犬種は両方とも非常に活発であり、不幸な行動を避けるために、かなりの量の運動を必要とします。しかし、彼らはいつでも次の冒険や家族との経験の準備ができているので、子供たちの周りにいるのに素晴らしい犬です。彼らはどちらも見知らぬ人ともとても友好的で、愛情深く、忠実です。イングリッシュセッター VS アイリッシュセッター。寿命アイリッシュセッターは、イングリッシュセッターと比較して平均してわずかに長い、寿命を生きます。イングリッシュセッターとアイリッシュセッターの最後の違いは、平均的な寿命に関係しています。アイリッシュセッターは、イングリッシュセッターと比較して平均してわずかに長い、寿命を生きます。例えば、イングリッシュセッターは、11から15年のどこかに住んでいますが、アイリッシュセッターは、全体的な健康状態にもよりますが、平均12から16年住んでいます。たくさんの運動とバランスの取れた食事で、これらのセッター犬は、両方とも長く幸せな生活を送ることができます。